多谷駅は愛知県常コ市、多谷町にある名鉄常コ線の駅である。駅番号は TA21。普通列車のみ停車。周辺には中部国際空港の従業員向けの単身車住宅が多く建設されている。当駅と常コ駅との駅間距離は700メートルであり、これは常コ線では一番短い。 相対式ホーム2面2線を有する高架駅。無人駅で駅集中管理システムが導入されている。ホームは6両分で、上やは2両分ある。高架構えは、中央の踏切を挟んで両側に、ホームが広がる構造で、ホームが向かい合っていなかった。多目的トイレ、エレベーターが設置されている。令和元年度移動等円滑化取り組み報告書。名古屋鉄道。 2021年10月3日閲覧。ABC テラダ一、1海底審判データブック日本の私鉄猫パブリッシング。2013年、256ページ。ISBN978 から47億7701万3364。名古屋鉄道広報宣伝部。名古屋鉄道百年市名古屋鉄道。1994年、340ページ。 SF カードシステム、トランパス導入路線図名古屋鉄道、2004年12月24日、宮脇俊三、原田勝正、東京、横浜、千葉、名古屋の私鉄小学館、1993年、225ページ、ISBN 978から40億9395万4112、AB、タイヤ路線一覧、名古屋鉄道、 2021年10月3日閲覧。電気車研究会、鉄道ピクトリアル通関第816号2009年3月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、間末折り込み、名古屋鉄道配線略図名鉄120年史編参委員会事務局、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、160から162ページ。 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年史名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。ハットと、コナメの統計アーカイブド2012年12月6日、アットザウェイバックマシン、とこなめ氏。ありがとうございます。